あんまり寒くて出たくない <laughs> ちょ何から話そうかね <laughs> すごい昨日は楽しい一日をありがとうございました楽しかったですすごくみんな本当にありがとうございますなんかねもう本当にねあの楽しかったです <laughs> すごいあの私は最初からいなかったんですけどあでもね影慣れやらせていただいたんですよレノンと一緒に影慣れ <laughs> 初めての影慣れでちょっと初う々いういしかったかもしれない初 <laughs> 々しすぎるかもしれない, <laughs> い,いんですけどちょっとね噛み噛みだったんですけど <laughs> 大丈夫でした <laughs> 気づい私が喋りだした時に あの影慣れ私だって気づいてくれたのかな皆さん気づいてくれましたかあ待ってこれ勝ち打ち反対じゃないあうんこれどっち向きこっち分かんないどっちでも反対だかもかもこっちかもこっちにしとく <laughs> そう影慣れもなんか 盛り上がって行きましょうって言ったのに一曲目から出なくてごめんなさい <laughs> ごめんねでも私本当にずっと舞台裏に舞台裏っていうかもう本当に出ハケのすぐ横にいたからみんなの踊ってる姿も見てたしあのー、あのね舞台裏のところに何台かねあのー、見えるんですよ。 みんなのパフォーマンスしてる映像もあの見れるし、あの皆さんのペンライトもこう見えてて、あの私出てないのにずっと薄ピンクと薄紫のペンライトにしてくださってる方もいて、もう本当に嬉しかったです。本当にありがとうございます。そう、めちゃくちゃいい席そう。めちゃくちゃいい席だった。<laughs> しかもねリハーサルの時もあのー、本番の前にリハーサルがあったんですけど私が出てない間はあの席から見させていただいてあのみんなのパフォーマンスをねあのー、最初に見た <laughs> 私ね2列目のねど,などっちなんだか上手下手ちょっとあの難しいどっちだ <laughs> どっちにいたんだっけよ2列目の客席 角席からこう見るとしたらこっち側のそこ、まあ、なんて言うんだよねあの真ん中のゾーンじゃない真ん中のゾーンがあってここがあってここがあるじゃないですかその真ん中のゾーンの隣のこっちの一番端っこに座ってたこっち側に座ってただからそこに座ってる方がいたら私の後に座ったということで <laughs> ありがとうございます <laughs> うん てみてねそうて <laughs> そうね本当に楽しかったですあのねなんかねあの私朝もうさ最後の1曲しか出てないからさ私だけなんかもう汗も一冊もかかずリッープもずっと出て。あの なんていうの全部色残ってて <laughs> なんかあの一曲歌い終わってはけた後にスタッフさんからなんかもうかだけあのすごい整ってて <laughs> なんか「すごくすごいね」って言われ <laughs> 整ってたねって言われた <laughs> なんかね泣いちゃうかなって思ったんですけどなんかね皆さんの笑顔を見たら笑顔になってなんかねあの 私とかメンバーはさあのー、映像をね頂い,いたんですよ特別公演のもうあのアーカイブじゃなくて頂、あのー、い,いたんですけど私自分のところ見たらずっとずっと,ずっと歯が全部見えてこうやって笑ってたず <laughs> っとこうやって笑ってて <laughs> すごい笑ってる自分って思って全然ほはもうちょっとなんかあのやっぱりさ なんていうの歌的にもさしんみりする曲だからさもうなんかしんみりした顔で <laughs> 挑もうかなって思ってたんだけど皆さんの顔を見たらニッカニカニッカニコだった <laughs> 本当にニッカニコだった そうなんかね歯がねすごい笑う時に歯がねめっちゃ出る人だな私だからなんかすごい <laughs> 楽しかった本当に一曲だけでもあとさなんか笑ってしまうタイプそう <laughs> そうなんですよなんかねいろいろ話したいこといっぱいあって何から話したらいいかわか,からないんですけど本当にみんなのね頑張ってる姿を見れて本当に。 嬉しかった嬉しかったしなんかいやーもう絶対出たいもう絶対もうこ何うて言うんだろう,こう出れない出れないっていう経験をしたからこそ私はステージに立つことが好きなんだなって分かったから絶対にあのちゃんと直してあのまたステージに立てる日が。 で立つので <laughs> ステージに立つのであの待っていてくださったら嬉しいです <laughs> そうすごいねメンバーもキラッキラしてて本当にすごくねあのあこのグループ同じメンバーで嬉しいって思いました。 ジュリーとかもなんかジュリーはなんか泣くあのつぎあいでつぎあいた時何を話そうかなであのリハーサルの時からジュリーはもうずっと泣いてて <laughs> まだ本番じゃないのにジュリーずっと泣いてて <laughs> もうか呼び込むところで泣くとか言って <laughs> そうもうずっとねジュリーはもうずっと泣いてたんですけど だからジュリーがね本番に泣くっていうことはあのー、もう想定内だったの <laughs> ごめんけどごめんけどもうジュリーが泣くことは想定内だと思うでも後からねあのその時はね分からなかったんだけどあのー、後から映像見たらリコもなんか泣いててうるうるしててなんかリコが泣くってあんまりないシチュエーションになってから うれ、ね、しかったうれしかったって言ったらあれなのかもしれないでもね私っていうかなんか13人揃って泣いてくれるってすごくうれしかったです <laughs> ねリコそうなんかねファンの方もなんかリコが泣いてたよって教えてくれて後から映像見返したら本当に泣いてた <laughs> そう本当に珍しいあんたくさんありがとうございます <laughs> あお疲れもありがとうございます すーちゃんタワーありがとうございます昨日は配信で見てくれたんですかありがとうてかクリスマス仕様になったねショールームも今日から12月だからありがとうございますねあそうそうそうリコねあの台盤の時にマイクのあのマイクがねなんか調子が悪かったみたいでなんか音が入らなくてなんかちょうどライオン ライオンが最後こう6曲目「ライオン」やってでそれでなんかあのー「ライオン」の途中でねあのー、音が切れちゃったみたいでなんか私のパートをね歌ってもらう歌ってもらってるんだけど今2番の「2え」のところそこが「あのー、ごめんね」ってなんか言っ,て言ってくれたんだけど全然「ごめん」 ごめんなんななて言わないね,ねやっぱさあ自分でミスるってよりかよりもさなんか不調でできない自分の力を発揮できないっていうのがあの本当に一番悔しいと思うからでも定期公演ではばっちり決めてくれてすごく嬉しかったですあ <laughs> メイク道具を置いてったら落ちちゃった。 あのねみんな本番の前に昨日の昨日の本番の前に「桃ももかの振りってこれで合ってる?」ってめっちゃ確認してくれて「あの愛ちゃん」とか私の「ニアリーコールジョイ」の2番「誰かのため」のところやってくれたんだけど「ここの振りもう一回教えて」とかあの聞いてくれたりとかすごいねあの嬉しかったなんか <laughs>。 昨日の配信見て好きかましたんだけどそしたら「ありがとうございます」本当に嬉しいなんかなんかねもうね何て言うんだろうやっぱり私が私がいない時とかになんか他のメンバーからなんかファン,ンサーをもらったりとかして、あのー、あの私がいない中でも楽しんでくれて本当にあのー、嬉しい嬉しいんだけどやっぱり。 ちょっと何て言うんだろうなんか悲しい気持ちにもなるんだけどちょっとそれもねなんか本当は私ももっとみんなにファンさんもしたかったしでも、ね、そういう「この子にファンさんもらったー!」みたいなのね報告してくれる子もいたんだけど <laughs> すごいねでも嬉しかったんだけど嬉しい中でもちょっと「あーっていう気持ちもねあるからなんかそういう中でもなんか。 私をずっと「押して決めたよ」って言ってくれる方とかはあのあとペンライトのね色も言ってくれる方とかもなんかもう本当に絶対絶対に幸幸せせににににすするからもう本当に絶対に幸せにしますこれからなんかね今あのすごく温かいメッセージをくれるみんなのことは絶対に今後幸せにするのであのありがとうございます本当に。 <laughs> ついてきてくれたら嬉しいです <laughs> もうね本当に絶対に幸せにする <laughs> そう1曲だけだったからさファンサとかしかもあの曲はファンサする曲でもないじゃんだからもう本当に出はけの時となんかねほんとに限られた時間でもうみんなのねあのうちわとか。 いろいろ探しました <laughs> ごめんね見つけられなかったこういたらごめんね絶対に次に次するねまた来てくれたら嬉しいなあと配信で見てくれた方も本当にありがとうございますやっぱね私あのね舞台裏にいたからねスマホ見てたんですよ <laughs> なんかスマホ見てたっていうかツイッターをねあのニアジョイ 特別公演っていうタグがあるからそれを最新にしてみてみんながさあのこれネタバレになっちゃうからちょっとあの見てない方まだちょっと聞かないらしいんだけど「あの PIC だ!」とか言ってるのとかを見ておおおって <laughs> みんなの反応をね見てあの一緒に盛り上がってくれてすごい嬉しかったです。なんか電波が悪いんだけど私の画面だけ大丈夫 <laughs> あ、でも、ねみたん、とありがとう。昨日もねみたんのこと見つけたよ。ありがとうね。来てくれて、嬉しい。いっぱい感想のツイートもありがとう。見てる全部。大丈夫?。なんかね、今日ね、カタカタなっちゃうの。大丈夫かな。横で見てて、ツイッターもそう、そうなの。あとね、あの。なんていうんだろうな。 定点カメラも舞台裏にあったしあ戻って戻っえ待ってさっきのさ「レミたんレミたんタワーありがとう」ってやつ全部あのー、見れてなかったかな大丈夫かな <laughs> 大丈夫そうだった見れてた今の大丈夫かな大丈夫だった見れてなかったありがとう教えてくれてもう一回うね ねみ <laughs> たんとありがとう昨日もね会場にいたのばっちり見つけたしあとあの集合写真さ見たののさなんかねみたんの名前の桃佳のやつがめちゃくちゃ目立っててなんかさすがだったねみ <laughs> たん見つけたよ会場でしっかり見つけたありがとうねいつも」<laughs>「お話し会で見たいと言って」 あ、そう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 私ねあの時から瀬戸リ知ってたからポニキュルうんうんうんって思ってやるぞって思ってたんだけどねぜひ次は参加したいなフ <laughs> <laughs> それみたいなの思うかめっちゃわかりやすいから <laughs> そう <laughs> あとねユニット曲もねあの「スイーテストガール」をね本当はや終予定だったんですけど ままたたいいいつかねやる機会があっっらいいなと思っておりますしょ山のホールがさ結構さなんかさあのー、なんていうんだろうあの一、ー、階席っていうのかな一階席っていうのなんかあれなんていうのかわかんないんだけどそこが全部平坦になっててこうなってないからさだからなんかあの女のちっちゃい方とかはさ 見れててたのかなーっっちょっと不安まあでも一番さい最,最後最後列最高列,最高列とかだと見れ見えないよね見れてましたちゃんと見えなかったらごめんね見づらいよねしっかり思いつつでもうちあや見つけたから天才。 <laughs> あいや見つけたよりい <laughs> ちゃん最善だったからめっちゃ最後の時に <laughs> 目の前にいたから <laughs> もうか完全にのまりさん好きすぎるありがとうゆずきちゃん <laughs> ありがとうねあジョニーいたわありがとうジョニーも配信じゃなくて現地に ててくれてたんでしょありがとうね本当にすごいもう来てくれて本当に嬉しいいっぱいツイートもありがとううちは13枚買ったよありがとうございますツイートメーションあ見た見たメーションしてくれてるツイートはね全部見てます <laughs> 遠くからだったけどしっかり見た本当にありがとうあそうそう私さあれやりたかったの大リリのさあのー、あれやりたかったんだよねガチ恋工場あれ私考えたんです私あれ考えたっていうか私だけじゃないんですけど <laughs> 私も一緒に考えたから私の気持ちも含まれてるということで皆さんあの覚えてくださいね <laughs> みんなで考えたのそうだよ 私だけじゃなくてみんなで考えたんだけどちゃんとみんな分かってくれたかなな,なんて言ってたか聞こえてたかなあエルフさんタワーありがとうございます嬉しいありがとうございますかわいいねツリーだクリスマスツリーありがとうエルフさん <laughs> こんばんはー <laughs> そう一緒に夢を歌ってね「ずっと視線をそらさせないよ世界で一番愛してる愛してる」ですね <laughs> あのね実はこれ言ってもいいのか分かんないから言わないで歌う方がいいかな。 <laughs> でも歌割り的に大体分かったかもしれないんだけどあのダ、ー、イレリーはみーやさんポジションを務めさせていただく予定だったので「愛20」っていう予定だったんだけど <laughs> 本当はねだからいつかねできたら嬉しいまた食べ、ま、る機会あるかもしれないからその時は見てね。<laughs> あ、ヤマト気づいたよ私気づいたのさ気づいてる <laughs> 私めっちゃ気づいてたんだけど気づいてた気づいたの気づいてたあいみんが高松さんポジションや,やってたんだけどあの一緒にねやってくれた私の分もやってくれたしあと2番,2番の。 まずいて好きだなんてってところは舞がやってくれましたツイーテストがあるもねあのいつかねできると嬉しいってかもう本当にあのさ衣装「あのイコノイジョイ」2022二で来させていただいたあの先輩のイコラブさんのイミさんの衣装を。 させていただいたんんですけどあの衣装がなんかふわふわわじゃんだからなんかね女の子って感じで可愛かったしあの「ぐるぐるカーテン」この後アリスのユニットもすごく歌いそれからずっとニヤニヤして <laughs> ずっと口角がもうこんなんで上がってた <laughs> しっかり見てくれたの分かってよありがとうこちらこそありがとうね桃かちゃん参加の「スイテストガール見るまで行き続けます」ありがとう 嬉しいなぁうんねぐるぐるカーテン」は塩オミルさんもやってらっしゃったからすごくねあの受け継がれていく感じがすごいかわいいあの二人はねあのイコノイジョイン大運動会の時の控え室で。 二人で練習してた <laughs> なんかなんかなんか違うよねとか言ってあの2人でね何回もやっててあのすごいなん努力してるところを見てたので成功して嬉しいですねこんばんは2 <laughs> 人で何回も合わせてたスイーテストガールもうめっちゃ練習したんですよ <laughs> なんかね「スイーテストガール」ってめちゃくちゃ可愛い曲なんです可愛い曲なんですけどあのすごい振りが細かくて難しいんですよ。こういう振りがあるんですそれがねもうあとはなんかね合わないのこれとかが5人とかでやるとこうなんていうのなんか 一人一人の癖がさあるからさあのー、揃わなかったりとかするから何回も何回も合わせてややりましたやってました <laughs> だからねもう振りはバッチリだから <laughs> いつかやりたいよでもね萌花が mc の時に本来は五人でやるってなったんですけどみたいな言ってくれてあのー、みんなでやれたら嬉しいみたいな言ってくれてすごく嬉しかった いつでもできる準備ばっちりリオちゃんが現地でももかちゃんを見れてガチ恋すじゃ <laughs> うリオもね髪の毛切って可愛かった髪の毛切ってて今日はなんか夜勤なんでしょ安定安定に夜勤 <laughs> だから頑張ってねりおちゃんこれ見る頃には終わってるかもしれないからお疲れ様です ゆいちゃんタワーありがとうゆいちゃんゆいちゃんもいっぱいさリップくれてすごく嬉しい <laughs> ありがとうもう本当に今みなさんにみなさん <laughs> 皆さんにねあのすごい元気とすごいなんていうの頑張る活力をもらってるので何倍にもしてお返ししていけるように頑張ります ピンクです <laughs>。あ、きのちゃん、ありがとね <laughs>。代わりに伝えてください <laughs>。で、まさか。あれだよね。次は、次に会った時、何を話そうかな。をやらせていてもらえるとは思わなくて。あの、最初にお話をいただいた時はびっくりしたんですけど。 やっぱりあのイコーラブさんのとイコールミーさんのすごくなんて言うんだろうなんか大切な曲だからこそあの頑張ってたくさん練習してあのすごい上手にできてたかわからないんですけどなんかね逆にねなんて言うんだろうあの最後の出番だから。 逆にすごい待ち時間が長くて緊張しちゃいましたすごいじっちゃ <laughs> 次会で泣いてたら連番相手で光る <laughs> 泣いたすごいみんな泣いたよって言ってくれてなんか嬉しかった <laughs> ももかおしのことたくさんやった本当よかったすごいねいっぱいねももかおしの 方が参戦ししててくれて嬉しかった <laughs> すごいね本当にねあのー、裏からねめっちゃペンライトとか見えて、あのー、薄紫と薄ピンクって分かりにくいかなって思ってたの1この異常運動会の時体運動会の時は思ってたんだけどあのあの結構ね暗く,暗くなったらね分かりやすくてよかった。 和也さんどうもありがとうございます和也さん和也さん、うん、暗いと見やすかった和也さんありがとう 次合いを見てちほんと本当にありがとうゆいとくんありがとう暗いと見やすかったよマジでもずっとももかの色しか振ってないしうちはしか持ってってないありがとうすごい嬉しいなんかさすごいさ舞台裏からもさ分かった振ってくれてるのがあとねうちは うちはあのさ公式で発売された発売されたあのうちわがフラジル衣装の宣材写真のうちわじゃないですかあのイコノイジョイの時はあの浴衣の衣装だったから全員なんか色が強かったの浴衣の色がだから大体なんか誰のうちわなのかが遠くからでも分かったんだけど今回は。 衣装も一緒だし背景の色も一緒だからおお誰だってなりながら探してた浴衣うちはわかりやすいチョックレは赤にして正解です <laughs> すごい良かったよね本当に私も あのアンコールの時アンコール前アンコール前の時にあのー、スタッフさんみんながあと何分だよみたいな言ってるのね着替えるあれの時に <laughs> そこで私も「頑張れ頑張れ!」とか言って,って見てたもうスタッフさんになってたうち <laughs> でもうねみんなキャーキャー言いながら着替えてて。 あのイコーラブさんのエミさんを見てくださってるあの先生がいらっしゃるんですけどこんなにうるさい着替えは初めてって言ってました <laughs> 足しっかり直すんだよピンペンライトずっとピンクと紫黄色にしてましたありがとう嵐さんありがとうね そうえば始まる前のエンジンめっちゃ音漏れ。そうなの嘘でしょ?。本当に?。や、聞こえちゃーいって。やつ。漏れた音ど。え、どのぐらい漏れてるもんなの?。絶対聞こえてないと思ってたんだけど <laughs>。めっちゃ聞こえた、本当に?。結構ちゃんと聞こえた?。会場内白色。ええー、そうなんだ、知らなかった。 <laughs> 初めてモーカは生で見れて桃花ーーが本当に生きていることをやっと実感できて嬉しかったありがとうリュホー本当に大好きだよありがとう,うアンコールでねいっぱいレッスンしましたもう本当にあそう2回二回やってた2回やってたのかな,なんかね最初にねなんかね慣れてなさすぎてエンジンっていうものに。 あのニア釣りはまだねエンジンを数えられるぐらいしかやったことなくてだからあのタイミングが分からなくて <laughs> なんか一回「おーおお」ってなってあななななんかどのタイミングで「ジョイ」「本当はニアリカはジョイ」ってやると思ったんだけどなんか噛み合わなくてもう一回やり直した <laughs> だから2回なのかな多分。 こうさ足をこう踏むじゃんみんな,なんか <laughs> こうなってて <laughs> なんか転びそうになってたみんな <laughs> しかも掛け声がレノンだからなんかレノ,レノンがあのー、なんていうのタイミングがつかめなかったっぽくて <laughs> ジュリーの涙見て「ねジュリーの涙」「ジュリーなんか <laughs>」 <laughs> あのー、久しぶりにメンバーに会ったんですけどあの昨日じゃなくてリハーサルの時に <laughs> その時にね、あのー、ジュリーがその時投資リハの時だったんですけどジュリーがね汗かいてて涙も出ててなんか「汗か涙か分からない」みたいに言って言って,てねすごい。 いいいっぱい泣いてくれて嬉しかったか嬉しかったって言っていいのか分かんないんだけどそう私だけなんかさみんなしんみりした表情してたのにさ私だけなんかニッコニコしててさすごいなんかあのー「大丈夫そうでしたか <laughs> 一番後ろから薄ピンクと薄紫振ってた次はもっと前に行って見つけてもらいたい次また来てくれるかな?」。 嬉しいありがとうねもう振ってくれるだけで本当に嬉しかったよやっぱりねあの一番後ろとかはねもうお顔とかがねあんまりあの見え,な見えなくってもう本当にもっとう強いコンタクトにします次からあの不慣れなものでいつもと同じコンタクトつけちゃったから <laughs> もっとね、ちゃんとみんなの顔が見えるように視力上げとくね <laughs> そうそう,そうニコニコしてたんだからまたいいんだよ泣いちゃうんだよ <laughs> ありがとう新品な桃か <laughs> 新品な桃か確かになんかすごい桃かだけ綺麗だったよってみんなから言われた。 そ出れることににだったよ本当に私出た時「桃かー」って言われた時になんかどうやって出たらいいんだろうと思っててずっとリハーサルの時もそういうあの出る出るあれをねやってたんだけどなんかどんなテンションで出ればいいんだろうずっと考えて何か,か「あはーい」みたいな感じなのか「なんかはーい」みたいな感じなのか「どうしよう」ずっと悩んでたんだけどなん,かな,んかなんか大丈夫だったかな。大丈夫そうでしたか あスーちゃん。ありがとう。いっぱい。タワーありがとうね。本当に。支えてくれてありがとう。本当にね。スーちゃんがいるから頑張れます。ありがとう。そう、あとね、みんなに言われるんだけど、あの <laughs>、集合写真撮り終わった後のなんか <laughs>、ど、ど、どうしようみたいになってる。だから面白いって言われた。<laughs> 今日もあのね、 菅波美玲さんの配信を朝配信やられてたのを見に行かせていただいたんですけどその時に「あのその時可愛かった」って言ってくださってすごく嬉しかったすごいねのいみさんの皆さんもイコラブさんの翔子さんもね配信を見ていいただい見て見くださってたみたいですごく嬉しかったですそう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 なんかねあのね あんまそんなにカメラに抜かれてると思わなくてなんかど「えああどうしよう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 」って言ってうのが全部映ってて <laughs> どうしよう <laughs> あのねあのあんなに映ってると思わなかった本当にそうすごい配慮してくださってうれし,しいなんか私があんまり出れないから配慮してくださったんだと思うんだけどすごいあどうしようどうしよう」って言ってんのがね映ってて大丈夫だったかな <laughs>。 今日大学合格してましたああゃちゃゃ今日大学合格してましたああおめでとうございます今日なの試験試験じゃないやあれ何のあでも一般試験はまだですよねきっとじゃあ何試験だまあどちらにせよ受かってすごく嬉しい私まで楽しい大学生活を送ってください おめでとう今日はゆっくり寝て早く美味しいものいっぱい食べて早く寝てくださいね推薦か推薦もう推薦取るのも大変だからね本当に何にせよお疲れ様です最後一緒にハートやってくれて嬉しかったありがとうえなんかさあの抜かれてたよねそれもすごい抜かれあとなんかさ こっちとこ私こっちから二回出たんだけど最後こっちから出たんだけどこっちが一番端っこもうここに照明があってもあ白し <laughs> ってなってたゆうたんたわー,タタワーじゃなくてくまさんありがとうゆうたんくありがとうちょっと読めてないのあるちょっと待って本当にそう皆さんたくさん今日投げてくださって本当にありがとうございますなんですけど あの見れてないのあるかもしれなくてちょっと言われてないよっていうのあったら <laughs> 言ってください席生まれてうちは見せられなかったから次のお話し会で反射くださいもちろん反射し,しますよんありっくんえりっくんえりっくんたはありがとううん <laughs> いっくんはずっとなんか桃ももか一筋でいてくれてすごく嬉しいな <laughs> これからもよろしくねビクトルくまありがとう入院するかもしれなくてお話し会とか行けないかもごめんねえっど,どうして入院するの体なのか足じゃなくてえっと体の怪我なのか 病気なのか分からないけど安全第一で安全第一っていうかあのゆっくり休んでねお話し会とか治ったらまた来てねありがとうなんかねあのうーんどうしようかな 私パフォーマンスに戻るまでにちょっと結構時間がかかるかもしれなくてでもねなんか皆さん,なんかやっぱ言っておくべきかなと思うんだけどねどうしようかなでもお話し会とかはね出るので本当にいつまでも、うん、ありがとう。 なんかあのー、私の薄力骨折とと人体のちょっと損傷みたいな感じだったんですけど実はあの手術をしましてそう手術をしたんですよ。やっぱり私は、ね、長く ステージに立ちたいしあのなんて言うんだろうな,なんて言うんだろうね難しい言葉にあの起こすのが難しいんですけどずっとみんなのみんなのそばにいたいしあの長くステージに立ちたいなって思ってあの <laughs> なんて言うんだろうやっぱり自然に治すこともできたんだけど あのー、自然に治すと治りは早いんだけどまたなるかもしれなくてもし手術をしたら治るのリハビリとかねしなきゃいけなくて治るの結構遅くなっちゃうかもしれなくてステージに立つのが遅くなっちゃうかもしれないんだけどあのまたなる確率はね減るの。<laughs> だからずっと悩んでてでもやっぱりねあのー。 なんていう,んだろうね <laughs> 時間はかかってもまた元気に踊りたいし13人であのステージに立ちたいからちょっとね手術をしていました実はだからちょっとねメンバーにも久しぶりに会ったって言ってたんだけどちょっと入院してたからそうう <laughs> ん そうなんですよね実はでも本当に元気だったので大丈夫なんだけどもう本当に歩くのもどんどん歩ちゃんと歩きになってきてるし回復し続けてるので今回復どんどんしてってるので <laughs> 大丈夫なんですけどちょっと一応言っておきますね。ありがとうみんな。もう優しい泣きそう <laughs> <laughs> 泣かないでくださいみんなが泣いちゃダメよみんなにはずっと笑顔でいてほしいな <laughs> そうでもね手術はあのー、全然痛くなくて <laughs> 全然痛くなかったので大丈夫なんですけど <laughs> なんていい子なんだ <laughs> ありがとう。 から泣きまくりごめんねいっぱい泣かせてほ <laughs> <laughs>、うんあの本当にやる前はめっちゃ怖かったんだけどやったらね本当にやっぱりプロのお医者さんなのですごくあの麻酔とかもしてたからあれなんだけど終わった後もね最小限の痛みっていうのかな,なんかもちょっとはまあ痛かったけど。 そんなにねすごいーム死ぬって感じじゃなかった私結構痛みに強いタイプなのかもしれなくてからね音何の音手術中,中の音ってこと全身麻酔だったからねなん寝てたら終わった <laughs> その寝てたら終わったんですうん <laughs> 星になっちゃうよね、見れないね。そう。うん、ね、手術とかしたことなくても。怖かったけど、でも。大丈夫だった。<laughs> 全身麻酔だったから。大丈夫だったのかな、わかんないけど。<laughs> なんかね、起きたらもう終わってた。<laughs> もうか戻ってくるまで休みしない、ずっと待ってる。大好き。ありがとう。本当に、いつもありがとう。 さっきあのー、あれだよねあのー、手術することになってって言ってたからさあのー、私も頑張ったから一緒に頑張ろうねっていう後押しできればいいなと思って言ってみた <laughs> 怖いと思うけどプロだから大丈夫 <laughs> 大丈夫だよ うん、手術ってねなあのそういう名,名前が怖いんだよねそうそうそう手術っていいから怖いんだけど大丈夫だよずっとずっと待ってるからねありがとう剥離骨折そうね結構なんかの私全然あの詳しくなくてそういうあのなんていうの 膝の中身の話とか全然よく分かんなくてなんかいろいろねお医者さんにもね説明してもらったんだけどうんちょっとよくわか, <laughs> かんないまま手術して <laughs> でもお母さんとか聞いてくれたんだけどそれは「う花がなった」って聞いてからめちゃくちゃ勉強したえ嬉しいありがとう。 ええー、嬉しいいっぱいあの調べてくれたりして本当にありがとうみんなが大事だよ私はみんなも気をつけてねだからちゃんと一歩一歩確実に歩いて部活とかいろいろなんかしてる方とか見たらけがけがには本当に気をつけてくださいあゆうさんどうもありがとう 嬉しいありがとう昨日は配信で見てくれたのかなありがとうね本当にツイートもいっぱい見てますありがとうあやもありがとう頑張ったってありがとうやばいばばいりっくんもありがとういっぱい <laughs> 私の入院の話したからごめんねうん、うん、そんなことないんだよ本当にあの ね入院の話をでも元気あーまた止まったかもしれない <laughs> また止まったかもしれないごめん止まってるもしかして止まってるもしかして止まってますうんおしずには 早く元気になってほしいから頑張ってきてね <laughs> 一緒に頑張ろうねっていうかあ本当によかった思ってよかった <laughs> やっぱりね怪我はねあの誰でもするものだから怪我も病気もだからねみんな 頑張っててないです日々ももちゃんの雪に元気もらいました嬉しいなんかもう本当に嬉しいもうほいっぱい <laughs> あったかいコメントいっぱいありがとうございますテニスで疲労星ほしいほ <laughs> しいになっちゃう何だ骨折かなテニスしてたんだねゆうたん 私もテニスしてたたあったよ <laughs> でも松葉杖ついて歩いてくるかと思ってたから普通に出ててできちゃったしそうあのね長距離の移動は松葉杖使ってるんだけどまああの二本じゃなくて片方使ってるんだけどちょっとずつ歩けるなってきたのでステージ上ではしなくていいかなーって思って勝手に <laughs>。 本当はね、いいとは言われてないんだけど <laughs> でもねサポーターしてるとね結構あのー、固定されていい感じです <laughs> 使ってるけどねあの本当に大丈夫よもうそんなにねどんどん良くなってきてすごくあそうね待ってりほさ救急車に運ばれたって聞いた見た うん、大丈夫今は元気なのかな大変だよね私もそういうのさ誰でも起こることだからみんな今日元気でも明日元気じゃないかもしれないいきなりなることもあるかもしれないけど、うん、ねえ当に安静にしてね元気じゃない時は無理したらダメそう無理したらダメだよみんな。 チチャャごめんちょっとうるさかった元気なもんか見てるだけで幸せですそう元気なのでね元気ですよ <laughs> もうか思って元気に生きるわ爪 <laughs> 切ってないちょっとなんかカチカチカチしちゃってたごめんねウフ <laughs> だ泣いちゃうもう今元気でうんよかった <laughs> そういえば昨日みんなでヤマトのことなえっんでなんでなんでなんで, <laughs> なんでいじってんの 入れられてんの配信しながらつべきそんなわけないよこれ可愛くないハートピンなんか全部欲しいなって夢の でもほしいになっちゃうそういえば1週間前に陽性になって体重1 3キロそうもう今は治ったのかな治ったか1週間も経ったら治るのかな1 3キロも落ちちゃったのご飯食べれなかったのかなおいしいものたくさん食べてね治ったら 持ってるかなもう最近またスポーツ始めたから怪我しないようにしなきゃだえー、何スポーツしてるの気をつけてねでも楽しくスポーツすることが一番大事 <laughs> なんでピンピンよかった <laughs> もうかもおしいもん食べなありがとう 星様いっぱいじゃんフットサルフットサルなんだいいねフットサルえラーメン行きたいねラーメン行こう <laughs> 友達じゃん <laughs> うんユタンと友達になりました <laughs> 7キロ増えた。すごい健康的なご報告ありがとうございます <laughs>。そうね、あの、入院してる時もみんながね、あの、メンバーのみんながね、あの、いっぱい LINE くれて、レノンが、なったらラーメン行こうなって送ってくれて、まだ行ってないからさ、行きたいんだよね。レノン今配信してるでしょ。大岡が 治ったらラーメン行こうって <laughs> ラーメンのところがおもろいよね <laughs> でも今も少ししかご飯食べれない <laughs> あーそうなのでもさなんか胃袋がちょっとちっちゃくなっちゃうとお腹いっぱいになっちゃうっていうかそういうことじゃなくて食欲がななないいっていう感じなのかな <laughs> そうなんか焼肉とかじゃないんだみたいな。 ラーメンなんだみたいな <laughs> そう食欲はあるのかな <laughs> コロナ陽性になって今自宅療養療養中だ <laughs> 療養中だから元気くださいみーちゃーんコロナも大変だと思うけど私のこと見て元気出してください <laughs> ねコロナなったから気持ちわかるすごく 暇だよね暇だし今は熱とかはまだあるのかな治ったらおいしいものたくさん食べて <laughs> 食欲はあるけど体に入らないえー、そうなの何系のラーメンなん,なんやろうか 何系なんだろうね私なんか何系か分かんないで食べてるから分かんない <laughs> 何系なのかなえ待ってもうすぐ終わりじゃん他のメンバーも膝にテーピングとかしてて心配だったね本当にそうなのえなんかやばくてなんかねあのねみんな左膝なんだよね <laughs> みんな左膝大丈夫なのかなでもテーピングしてるのはあのー 痛いっていう子もいるかもしれないけどあの固定したいっていうあれでしてる子もいるから別に全員が怪我でとかではないからあんまり心配しないでみんな元気なので大丈夫ですよ <laughs> そうそうそう左膝系の <laughs> そんなのあるの <laughs> でも本当にあの神社行きたい今神社行ってあのお祈りしたいんだけど本当にあとお祓いも行きたくてなんか例とかついてる気がしてだからちょっとねおいいお祓い教えてくださいなんか聞くお祓い行ったことある方教えてくださいニアジョイみんなで行こうかな <laughs> 本当にねもう YouTube の企画で行きたいんだけど。 ももの健康祈願してくる本当に本当に言ってくれるの嬉しいそう YouTube でもねずっとずっとお祓いに行きたい廃墟に廃墟巡りしてお祓いに行きたいっていうのを言ってたんだけどもう今はただ単にお祓いに行きたい <laughs> ただのお祓いお祓いマジで行った方がいい行ったことあんのみんなみんな行ったことあんの右利きだと左の筋肉が弱い足もそうなのかな足のどっちが足どっち利きとかわかんないんだけど ただただお祓いしたいそう YouTube 企画したいね廃墟巡りからのお祓いサウナルのとうと同じ <laughs> 確かにそうだ病気かかりすぎてお祓いってことあるえ大丈夫もうなってない病気でもさなんかさどっかの県にさなんか石の中をくぐったら その縁が切れるみたいなあるじゃないですかだから病気と縁切りたくない病気とか怪我とそう行ってみたいそこなんか見たことあるそういうじゃあ一緒に神社行こうゆうたんそうなんか縁切り神社みたいなあ今来たあと五分で終わっちゃう1時までなのでごめんねありがとうね それ以降ピンピンでえやっ,やっぱそういうのって聞くんだ今日とかえ待ってもうさまだサブリ足りないのにさもう終わっちゃうんだけどちょっとさ壇上さ今度でもいい次の配信で読みますじゃあスクショしとくね <noise> OKOK、okay, okay、まだ話したいからあと クッションタイム。ニハジョイポーズとかやっちゃう。<laughs> ジェイポーズ。仕事終わってすぐももか見れたから疲れとんだ。嬉しい。ありがとうね。私もみんなが来てくれて。疲れとんだ。<laughs> 大好きだよん。 そうスクショタイムね大丈夫かな結婚しようポーズください結婚したよポーズかもこれ指輪ないのに見せてる <laughs> 何結婚し,したしようポーズってついでいけないんだけど <laughs> くまんさくまんクマ大好きありがとう、うん、<laughs> レスください バーン <laughs>、うんま <laughs> 山田もおかしが実在することが多くとてもいい公園でしたあそれさ Twitter のリプでも言ってくれて嬉しい「大きめハート大きめハート」12月に入ったから冬って感じるなった。 今日十二月一日？だから今日から、ね、右手の薬指だけ曲げてください。えどうやって曲げんの？ええー、どうやってやんの？ど <laughs> と？お祈りポーズ。あもう本当に役が切れますように。 薬が切れるっていうのかかない <laughs>、うん泣いてる <laughs> 元気だよ元気だよ Wi−Fi ノットイコルミーポーズごめんなさい w i フ f i 調子悪くて止まるっていうコメントとノっトイコルミーポーズが混ざってごめんなさいのいみさんのポーズミー すいませんのえみーさんのポーズをさせていただきました w i フ f i ポーズって何 w i フ f i ポーズって何電波 <laughs> だだ W なんかめっちゃやってんじゃん左薬指だけ曲げて手のこうこっち曲げるってどういうことこう分かんない難しいよ ちょっと待ってみんなさすごい面白いポーズいっぱいありがとう <laughs> ありがとうね終わっちゃうねまたすぐやるね配信ありがとう今日も大好きですありがとう本当にこれからも。